ノーチラス X はアメリカ航空宇宙局のテクノロジーアプリケーションズアセスメントチームにより2011年に構想された多目的宇宙探査船。宇宙船は6名の乗員による長期の宇宙空間の旅を想定して設計されており、微小重力環境における人体への影響を抑えるため、遠心力による人工重力区画を備える。 プロジェクトのコストは37億ドル、期間は64ヶ月間と見積もられており、宇宙船自体は、通常の宇宙システムと比べて比較的安価に、実現可能だと考えられている。ノーチラス X の目的は月、または火星への長期にわたるミッションの中継基地となる、ことである。ミッションの飛行計画を容易にするため、宇宙船は月、または火星のラグランジュ点に配置される。 また、ミッションの乗員に緊急事態のための基地と病院を提供する。その他、以下のような能力を持つものとしている。ノーチラス、X メインモジュール宇宙船は幅6.5メートル、長さ14メートルの主回路を中心に構成される。宇宙船は、モジュール構造となっており、各ミッションの内容に応じて推進モジュール、マニピュレーターアーム、オリオンや、 スペース X ドラゴンのドッキングポート、それに目的地に降りるための着陸機を搭載することが可能である。理論上はミッションごとにエンジンと燃料を取り替えることもできる。また工事、メンテナンスのための工業用エアラックユニットと指揮、観測のためのデッキを持つ。ドッキングポートの反対側にはリング状のフライホイールを挟んでセントリフュージと呼ばれる。 遠心力を利用した人工重力区画を搭載する。その後方には水と水素のタンク、それにストレージユニットが配置されており、これらはセントリフュージの乗員に対する放射線を軽減し、セーフゾーンを提供する。宇宙船の後部には通信、推進システムが搭載される。標準構成のノーチラス X は3つのストレージユニットのみを持つ。 長期探査用の構成ではさらに多くのストレージユニットを搭載する。ノーチラス X 長期探査構成ノーチラス X 長期探査構成ノーチラス XISS 実証機この巨大な宇宙船は多種の高質、膨張式のモジュール、それに太陽電池アレイから構成されるため配備は比較的容易である。膨張式モジュールの元となる技術にはビゲローエアロスペースが 傍聴式居住区として提案しているものが使用できる。その他の革新的な点としては、水耕栽培の農場施設と着陸機の格納庫を搭載することが挙げられる。ISS 実証機の各部、セントリフュージによる人体への影響や、機械的な反応といったものを評価するため、国際宇宙ステーションに実証機を設置してのテストが考えられている。この実証機では、 ホーベルマンスフィアの膨張式構造も利用する。もし実現すれば、このセントリフュージは人工重力を生み出す十分なサイズの装置による宇宙空間で初の実験となる。実証機は1機のデルタ4、またはアトラス V で打ち上げ可能であり、実験の総費用は8300万ドルから1億4300万ドル、期間は39ヶ月以下と見積もられている。 実証機のサイズについては、一層の研究が必要な状態であるが、9.1メートルと12.2メートルの2つで議論が行われている。以下の表は、セントリフュージのサイズと回転速度に応じた人工重力である。セントリフュージの回転の開始とメンテナンスには、キックモーターが使用される。セントリフュージは ISS 乗員のための睡眠モジュールとして機能する。 ありがとうございます。